イドルレボリューション。はい、どうもこんにちは、サブウィンです。あ、なんか一瞬の音がうってなっちゃったね。また風かな。トラドルの実況をしていきたいと思います。夏風邪なんて良くないよ。まあエアコンのせいって気がするけどね、ほんと。てなわけで、前回がね、突然お腹が痛くなりまして、中途半端に切ることになったので、続きから撮っていきますか。2戦目からでいいかなっつったらね、ももが 1.2 倍だったんですね。なるほど。だから脳筋デッキを使ったと。イエス。始めます。試合も割とデキレース感がありますね。はい、デキレースってのもおかしいけどまあ総合的にまあそうそう負けないかなという感じですね。ちょっと負けていきますかね。そしたらね、ほうほうほう、スカイジャンプ、これはイベントのカードだっけ。倍速編集もかける予定ではあるんですけど、あ、そうそう、スイートソングっていうかね、やっとね、今更ですが本腰を入れて本腰を入れたのか、あ、違うわ、これ相手の方か、そうか。一応ね、ヤミちゃんのカードは星のサポートスキル、一応もっと応援してほしいな。まあ上昇系と低下系ほぼオンリーなんですけど、ちょっと育成していこうかなと。よいしょ、まあ、サクサクいきましょう。サクサクね。アイドルとしてみんなに笑顔を届けたいな。何気にこのカードが発動したのって初めて見たような気もする気がする。はい、っとあれ、なんか重い、あ、終わってんのか。やりました。イエス。というわけでいきましょう。だからエコン、あれだよね、3戦目か、3戦目じゃない、3戦目ってちょっとあれだけど、3回目は結構マッチングが結構緩かったりしてるんかな。まあ、今のところいっぱいしかしてないですからね、確かに。始めます。あー、でもこの方は手強そうじゃない。これはがっつり見ていきますか。完全にやっぱ自分よりレベルが高い方っていうのは格上と見てもそこそこ間違いではないからな。キャラクターボーナスも上げてるし、特性ボーナス、まあ総合セーブはないかなって感じか。総合は勝ってるね。相手がダンス寄りなんで、これはスキル次第ではやばいと、発動次第ではね。見ていきましょう。もっと応援してほしいな。まず先行を取りますね。アートソングを発動していく。まあこれ結構ね重要だよね。これで多分1回分ぐらいは余裕があるかな。いや、場合によっては2回分ぐらいあるか。グランパープルダンス、これは結構有効だですね。結構迫られたね、一発で。いやー、あれだね、うまいこと刺されてるね。11-1となかなかが好きな構築をしてますね。準備はいいですか。あ、これは嬉しい。相手がダンス寄りなので、このバーストシャワーは非常に偉い。グッド。これは結構、でかいね。いい感じの差しっぷりですね。皆さんの応援
から頑張れるんです。そしてホットアクションをさせていく。これは割といい感じだな。うん、さっきのあの本当バーストシャワーがなかったらちょっとわかんない試合だったかな。あと古代とか宮古のキッス、これも結構上昇値いいだろうからね。10万上がるか、うん、ぐらいですね。一緒に盛り上がりましょう。なかなかの発動率。まあこれがとどめになるかなってぐらいですかね。うん、まあ、ここまで来たらねほぼほぼ勝ち確かなってとこですかね。あー、なるほど、これもでかいな。10枚に対してだからなかなか、うん、いやー油断できないな。なかなかスキル発動が低かったなって、あんまりしてなかったら負けてたなこれ多分。うん、これ終了か。うん、なかなかヒヤヒヤですねこれもね。うん、あっと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 、超ごめんなさいね。あれ、ちょっと待って、なんかすごい引っかかってる。うん、うん、ごめんなさいね。失礼。まあ一応倍速しとけば多少ごまかせるかな。というわけで残りも取っていきます。4戦目、ああ負けてますね。はい、これ春菜ちゃんが 1.5 倍か。でも 1.5 倍程度だとね、さすがに単で組むべきではないと。ハトハトさんでいいのかな。うん、私の春菜ちゃんの枚数が、あれ、1枚だ。本当に同金で組んだんだね。1.5 倍じゃちょっとね、と思ったんだよね。いやー、でもやっぱキャラクターマン差ついてんな。相手の春菜ちゃんが1、2、3、4、5、6枚か。やっぱ半分ぐらい入れてもよかったかもね、確かに。あ、でも一応総合値勝ってんだよな、これで。うん。間違いではないかな。うん。あとはスキルの問題か。まあ言うて一応格上って感じですもんね、相手の方が。相手にアイスステップを刺されていくとは。まあこれはね、まあ言うてだな、結構痛い。まあでもね、負けない。皆さんが楽しめるようなステージにします。ねえ、負ける要素はあるけど、勝つ要素も多分十分あると思うんですけどね。うん、てか今これでほぼまくってるしね。うん。レベル高え。レベル25か、すげえな。1.5 倍でも、この補正はでかいね。キー、でかい。差つくな、これ。こっちのスキル2回分ぐらいいったかもしれないね。私が人を笑顔に。ダンシングドーム足りない。アイドルとは、不思議です。こっちもキス系発動したいよね、このシーンは。ちょっと足りないよね、これじゃ。しかもこれ、そうだ、この時3枚なんだよな。これ割合がちょっとあれなんだよね。良くないんだよね。アニバーサリーソングだと？だと？あー、やばいな。完全にやっぱ格上やな。これは勝てなかったかな。これはしょうがないな。あー、格上ですわ。あー、サーセンって感じですね、ちょっと。名前言ってすいませんでしたみたいなやつね。うん、彼は勝てなかったかな。見たか、あたしの華麗な身のこなし。ああ、いい差しっぷりだねこれは。なかなか、うん、相手ボーカル寄りだからね、させるよこれ結構。まあスキル次第によってはワンチャンはあったかもねって感じか。うん、そうだね。あれまだわかんないんだけどね、ほんと。でも相手もまだスキルてか、スキルレベル高え高えあー、てか、この辺のスイートソングもレベル上げてるってことは、春菜ちゃんの推しなのかな、この方は。
だったらしょうがないかなって気もするな。1.5 倍。もうちょっとでも私も春菜ちゃん入れてもよかったかもしれないね、この構築は。ちょっと構築ミスもあったかなってぐらいかな。これは仕方ありませんね。仕方ないかなと。まあ、私、格上と見ていいでしょう。これは負けたのは仕方ない。現状今1位の方だしね、しょうがないかなと言えるかな。お次、ここも春菜ちゃんが 1.5 倍ですが、私は1枚しか春菜ちゃん入れてません。始めます。まあ言うてなんですよね、ほんと。1.5 倍ってあんまり信用できない。でもまあ 1.5 倍か。1.2 じゃないからな。1.5 だったらもうちょっと、半数は入れてもいいかもね、やっぱ。今度からそうしよっかな。1.5 倍だったら6枚は入れるって感じでいいかもしれない。そんな感じでやっていきましょう、ちょっとね。まあ、言うても相手の方もあんま春菜ちゃん入ってないんで、これはまあ割と開幕からいい感じにほぼほぼ勝利が見えてる感じがしますね。はい。ドラゴンエメラルドバスが大差してくるね。これ結構痛いぞ。あいたたたたた、いい差しっぷりだ。まあ、これだとまだ分かんないんだよね、ほんと。皆さんが楽しめるようなステージにします。まあ、結構発動するね、このカード。まあ、一応やっぱレベル10であるからね。ゴッドソングか。やりますな。てか結構持ってないカードが見れるな。あ、これ UR か。なるほどね。そりゃそうだって感じだね。ベリオントーンか。なるほど。結構押されてるな。ふむふむ。最高に気持ちいいライブにしちゃうぞ。あんまりパッとしないね。まあ、それでも引き離すぐらいはできるからな。いやー、これ危ないな、結構。あんだけベースの差があったのにスキルがな。アイドルとしてみんなに笑顔を届けた。おー、これはでかい。強いな。レベル4でこの威力だからな、半端ではないな。いやいやいや、これはもう決定打ですね。いや、強い。伊達ではないな、UR は。やりました。イエス。とりあえず6000まで取りますかね。ほいっと。やっぱ SSR リーグは結構見応えがあっていいですね。おい、始めます。いやー、ほぼほぼレベルも同じぐらいでいいね。この接戦感があるのがいいね。やっぱり燃えますね、ちょっと。キャラクターボーナスバリ負け、バリ負けでもないけど、まあ、特性ボーナス分かってるよね。まあ本当に脳筋で組んでるからね。ここを負けるわけにはいかないんだけど。いや、でもほぼほぼだよね。で、春菜ちゃんが向こう側でも1枚か？あ、じゃあ2枚か。あ、じゃあ2枚じゃ全然違えば4枚入ってるわ。ははなるほど、なるほど。行きます。先行ダークネス。いただきましたね、これは。ゴチですね。あざーす。いやー、ダークネスもね、レベル5ぐらいにはしておきたいんだけどね。いやー、これは大きいね。もうまさに先手というか、ファーストアタックって感じだね、これは。これはね、割と約束された勝利の剣って感じですかね。はいはいはい。確かだって相手のアクトの枚数何枚だ？そうでもないよね、多分。入れても4枚ぐらいか、多分。あ、結構入ってる。5枚か。なるほど、なるほど。まだわからんね。
させんって感じだね。こういうの発動しちゃうからね、本当はスタリートセッションガチでやるんだったら、本当は抜かなきゃいけないんだよね、こういうのね。はい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 。ああ、させんだね、本当。レベル1でもね、発動しちゃうんだよね、やっぱり。うんうんうん、コスモジャンプね。ああ、でもあんまりレベル高くないですね。だったら大丈夫かな。格上とまでは言えないかな、きっとね。うんうん。まあ、一応私の方が、なんか、まだ、上と言えるのかなってぐらいだかな、際どいけど。ミラクのケース。いや、ほんとね、スキルレベル高い人は半端なく高いからね。まあ、努力の証がね、露骨に出るゲームってのは、まあ、それはそれでいいよね。いやー、これは美味しいねー。アイドルとして、あ、みんなに笑顔を届けたい。いただきましたね。スキル発動がすごく強い。オメガイエローインプラクト。いやー、強いねー。ほんと混色デバフはめちゃくちゃ強い。あ、もうこれはいただきましたね。あ、でも相手も入ってんだな、同じカードね。このね、あれだよね。増加系って、あんまやっぱすごく系以外は、あんまりサポートスキルは入れたくないよね、ちょっと。まあそれは人それぞれかなって気はするけど。なんていうか、付け焼き場感がどうしても出ちゃうから。準備はいいですか？ブラッシャー。まあ、相手はダンスもそこそこ、でも苦いか。あんまり。でもまあ一応かな。悪かない。おぉ。だよね。だから増加系って悩むよね。ウームって感じだよね。ねえ。やりました、やりましたと。まあ一応 IR とかだったらね。でも IR もね、やっぱ上昇系の方が強いからね。ね、まあまあその辺はねって感じかな。はい、じゃあ今回はこの辺で一回終了します。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。